はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。来ちゃったね、カズヤ。というわけで、まあ、10時にね、もうアップできて参戦しますということで、オンラインがね、12時から解禁なんですけど、まあ、おそらくね、12時までにね、まあ、コンボとか開拓する動画とかたくさん上がると思うんですが、ちょっと僕はね、裏の道を行こうかと。レベル9コンピューター同士を戦わせたら、とんでもないコンボが生まれるんじゃないか説ということで、まあ、きっとね、正統派コンボもね、多分出てくると思うんですが、見せプレイとかもね、もしかしたら、スマブラ SP のコンピューターで強いですから、まあ、人知を超えた、もう人間にはできないような、そんなもう凄まじいね、見せプレイとか、凄技を、まあ、知ってくれるんじゃないかということで、カズヤ関連のね、動画ね、くっそ上げる予定なんで、ぜひぜひね、登録と高評価よろしくお願いします。いや、まあ、トレもちょっと潜ったんですけど、なかなかやばいよ。てか、10連コンボ、まあ、多分、全部入ることないんやけど、あれ全部入ったら40パック当たったし、やばいなっていう。おいおい、きゅ、え?2 発で40パックだったよ。普通になんかガノン臭がする。今のマジンくんじゃね?でも違うか。ガノン臭がするんだよなぁ。すごい、ちょっと難しいガノン感があるね。やっぱコマンドがね、多分きっと初心者には難しいと思うよ。え?そんなポンポンって死んじゃうのこのキャラ。あかんとこガノンミラーと同じ匂いするわ。コンピューター、コマンドとかね、もうあの、目にも止まらぬスピードでね、入力してきますから、これ楽しみやな。ちょっとね、まあ一戦目はね、まあ、全部見ますけど、まあ、基本的にダイジェストというかね、いいプレイが出たら、見ていくというか、いや、カズビーム!カズヤビーム!カズヤビームをカズヤビームで返していくんや、あれ。あの NB、バカ強いよね。これなんだっけ、あれ。あれも一個の技やよな。あれ、バース技だね、どう考えてもね。ちょっと技多すぎてね、これが何とかね、まあ、解説はできないんだけど、まあ、ちょっとそこはね、まあ、見た目で。把握してください。お見てよ、優しいな。テーパーやと。もう結構弱を振るだけでもね、結構ちゃう気がするな。弱でもまあまあ稼ぎますからね。おー、いや、ちょっとこれは、ガノン臭するから、そんなちゃんとしたコンボ違ってもなんか読み通せば見せコンボって感じになりそうですね。上投げカズビームそれはちょっと俺、発想なかったわ。上投げ NB か。それはおもろいな。あ、帰ってくるんだ、あれ。ああいう暴れもありだな、空下で。あ、90% から持ってくるの、あれ。だって、カズヤもほぼ重量級というか、まあ、重いはずだから、え、これさ、軽量級とか、5、60% でぶっ飛ぶ説ない?まあ、ちょっと他ありましたけど。おお、え、今のウェビですか?うお、ええ読みすぎやろ。それ、単純だけど強えな。やっぱ上投げカズビーム、コンピューターがやってくるとか結構現実的なのか。いや、めっちゃ空中戦。めっちゃ空中戦やん。そう。空中戦めちゃめちゃいけるガノン的な感じ。いや、空中戦すごいすごいすごい、しっかり受け身取ってるし、なんで、ああ、まだ回しなへんのか。崖の攻防制したんかと思ったのに。なんか普通にレベル9ミラーレベル高すぎて、大感染で上手い人を見とる気持ちになりますよこれ。あら、上ビーってバーストできる系なんだな。いや、入りまくってるよ。そんな全部入るのあれって。うわ、そんな空中で。うわ、いいね。え、いや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 、すごすぎやろ。店への執着がやばいってこいつ。いや、面白い。今のはなかなかよ。おおお読みまくり。え見応えありすぎじゃないこのキャラ。いや、見応えクソあるやん。いや、なんか強すぎとか批判とかありましたけど、これ、単純に楽しいキャラやよ、絶対。ガノン的なキャラやよ、こいつ。ちょっと難しいけど、技さえ覚えればもうマジで楽しいと思うわ。見とってこんなに面白いからね。多分ね、音がいいんだよね。この鉄拳特有の。音が気持ちいいんだよね。お踏みつけコンボ、そのうちそうやな。カズ
何が起こった今。おい、すごい読み合いが始まった。すごい読み合いが始まった。これが鉄拳か。入るねー、阻止いくねー。すごい阻止いくねー、こいつすごいいくねー。そんなにいく。いや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 、いや、あれウェビですよね、二段ジャンプか、ウェビか。あれあんなにバースに使う。コンピューターたちすごい好んで使ってるけど、前投げ、まあ、200% 近くても、まあ、死にはせんのか。おっと？おっと？あはははは、今完全にクースター待ってましたよね、しゃがんで。いや、この、崖っぷち状態楽しいやろな、この、もう、あと一発っていうこの勝負。ウェビーで決めるんだ。掴んだら勝ちよ。風ビーム。掴んだら勝ちよ。掴むのか？これは帰ってくる。おおすごい行くじゃん。そこまで行かんでいいやで、お前。あっ、掴んだ。こいつら格ゲーキャラのはずやのに、めちゃめちゃ空中戦行くような。まあ、デビルがあるから、行けなくはないのはまあ普通なんかもしれんけど、にしても行くな、こいつら。コンピューターがおかしいんか。おっと？おっと？ちょっとビビったわ。やばいコンボ入るかと思ったわ。いや、ターン止まらんな。115%まで一気にいった、こいつ。マジか？行くのか？行ってしまった。152%まで完走。え？ちょ踏みつけコンボをね、定期的に狙い出すん、こいつな。怖いわ。うわー、見てるー、ちゃんと見てるー。なにあかん、これできやん。コンピューターしかできやん、今の試合、今のプレイ。いや行ったね、ちゃんと踏みつけコンボ行ったね、今。バーストはできやんかったものの、やったぞ、こいつ今。え今のメテオ、うまい。じゃあちょっとここらでね、アイテムもオンにして、ちょっとね、予想外のプレイとか期待して見ていきましょう。いや、余裕で踏みつけコンボやってくるやめて。今まで苦戦しとったのに、なんかもう、普通に踏みつけコンボやってくるな、こいつら。いや、アイテム使えや。まあ、アイテム使えや。アイテムを背負うな。いや、掴むんかよ。うますぎるやろ。お、そう。たまには剣使ってもいいよね。あ、それ使うんか？え？お！これ使えよ、お前。え？お前が入るんかーい！おい、無敵じゃん。カズヤビーム無敵。ああ、来たー。コンボないね。アイテム連携してほしいな。お、これブラックホールちょっとコンボとかに使えるんでは。ウェビ好きやな、こいつら。わあ、自力で抜け出しやがった。そこ、寝ない。あー、なんか今、コンボ来てたけどな。うわ、いったコンボじゃないけど、コンボじゃないけど。いや、こいつらやばいだろ。アホなん、こいつら。アホなん、こいつら。アホだ。お、割れたよ。コンボするな、コンボ。安い。立ち回りがいいね。立ち回りがいいね、2P。はい。ということで、レベル9風同士を戦わせたら、すごいプレイ出るんじゃないか説、出ました。まあ、結構ダイジェストでお送りしたんですけど、結構ね、まあ、ガノンみたいな感じで、まあ、特にコンボ覚えなくても、技一発の火力とかで、ダメージ稼げるし、バーストもできますから、まあ、コマンド切り嫌いする人もぜひね、使ってほしいキャラですね。というわけで皆さん、ちょっと参考にはなりましたでしょうか。ちょっとね、まあ、正規コンボとは違うね、まあ、店系のコンボが多かったと思いますけど、ぜひぜひね、オンラインで試してみてください。ではまた次回の動画で、さよなら。